こんにちは、ミディアムです。皆さん、ウイスキーを飲まれてますでしょうか。このチャンネルではウイスキー初心者の私がいろいろなウイスキーをテイスティングして個人的な感想を述べさせていただいております。今日はこちら、ウイスキー学ウイスキー、今日はこちらを飲んでいきます。よろしくどうぞ。はい、今日はこちらになります。ガクウイスキー山梨ジャパン、ボルトグレーン 700ml、 サンフーズという会社になりますね。サンフーズで、うちにもう1本サンフーズありますね。にはこれサンフーズの未来というものがありますね。こちらの方が安いのかな。コンチネンタルウイスキーさんが7%、まあ、まだ飲んでないですけど、これはまた後程度で買いましたけど、美味しいですね。それではハイボール作っていきましょう。
きます。そろそろお湯はいいですかね。お湯はいただきます。強い匂いの感じが強くなりましたね。やっぱお湯割りにすると匂いが強くなる感じがします。今回学のテイスティングレベルです、香りスイートが1、洋梨のようなフルーツの香りが2、ナッツが1、グレーンな香りが2、若いホワイトウッドのような若い木の香りが3、スパイスが1となりました。お気に入りのポイントとしましては、ホワイトウッドのような若い木の甘い香りがするんですね。これがとても美味しいと思います。それでは今回のフレーバーマップの星印はこちらになります。フレーバーマップの領域は、デリケートライトの領域になると思います。好きな飲み方としましては、水割りが10、ハイボールが9、お湯割りが9となりました。総評としましては、若くて甘い木の香りがしました。これはとても水割りと合うと思います。ハイボールでも甘い木の香りがとってもして、これもよく合うと思います。ご清聴どうもありがとうございました。